はい、皆さんどうもこんにちは。公認会計士 YouTuber のクロです。さあ、今回ですね、皆さんに最新の会計に関する情報をお届けしようかなというふうに思いますけども、今回ですね、何を取り上げようかというと、こちらです。新リース会計適用、27年度以降に延期、小売りなど反発でっていうことでございますけども、今回ね、こちらを取り上げるというふうに思ってですね。で、皆さん、リース会計基準が改正されるっていう話はご存知ですかね。まあ、去年のですね、2023年の5月ぐらいにですね、このリース会計基準が改正されます。で、こんな感じで改正しようと思いますよっていうふうな公開草案、まあ、ドラフトの基準みたいなものが出たわけですよ。で、それはね、まあ、世間に広く公開してですね、まあ、いろんな団体からこう、ね、意見とかもらおうっていうふうなことをね、ずっとしてきたわけですよ。で、うまいこといけばですね、2年後、のですね、2026年ぐらいから適用開始しようかなっていうことがこう書いていたんですけども、まあ、年明けてみたらですね、一発目がね、延期っていう形でズコーっていうね、ほんとね、もう腰を砕かれたっていうかね、鼻を折られたとか、いう風な感じでね、ああ、延期したんかっていう、ちょっとね、うすうすは感じておりますけども、まあ、延期したということニュースがね、流れてきたわけです。で、こちら皆さんね、ご存知ですかね、まあ、どんな基準なのかということをちょっと念のため、おさらいしようかなというふうに思います。で、現行のリースの会計基準なんですけれども、これ、まあ、リースっていうものは、物を借りて使わさせてもらってですね。で、その代わりに、まあ、月額のね、まあ、リース料なんかを払って、まあ、使わせてもらうっていうふうなものですよ。で、まあ、使わせてもらって物を使ってるね。だから、例えば機械をリースすると、まあ、機械を使いますというふうなことで、まあ、だから物を使うんだから、BS に、まあ、計上しそうなものかなということなんですけれども、一部の条件を満たしたらですね、別に BS に計上しなくていいよっていうふうなものがあるわけですよ。で、まあ、BS はもう何もしなくていいよ。で、まあ、月額のリース料払いますので、まあ、月額のリース料をただ単に、まあ、販売費を一般借り、まあ、販管費とかにもね、まあ、賃借料とかリース料という形でポーンと載せるだけでいいよっていうふうな、ちょっと簡便的な処理みたいなものがね、あったわけですよ。これいわゆるオペレーティングリースなんてね、呼ばれますけれども、まあ、これが変じゃないっていう話なんですね。まあ、だってですね、物を使っているのになぜ BS に計上されないんだっていう話になるんですよ。他方の企業は借金して物を買って、で、利息を払いながらこう使わせてもらっているというふうな会社と、これ何が違うのって話。同じようなことをしているはずなんですよ。にもかかわらずですね、リースっていう契約形態を取ったら、あ、じゃあ BS に計上しなくていいよ、みたいな。あ、そんな風になるのって、まあおかしいって話ですね。このリース料の中に絶対利息って入ってますよね。だから、利息を払ってるわけ。だから、借金してるとまあ同じなわけですね。借金して物を買ってるのとリースっていうのはもうほとんど同じじゃん。だから、BS も同じにすべきだよ、っていう風なことがあるんですよ。リースも圧倒的有利だったわけですよ。だから、これを是正しましょうっていうのが、この改正リースの出発点なんです。じゃあ、どういう風に改正しようかというとですね、こちらです。まあこんな感じですね。新しいリース基準になるとですね、資産と負債に、まあ、両立て計上するっていうことがあるんです。まあ、いわゆるオンバランスなんて言われますかね。で、まあ、資産の方はですね、まあ、使用権資産運転ね、難しい名前使ってますよね。はい。まあ、だから、まあ、借金して、物を使いますよ、っていうふうなね、状態を表そうというふうなことになってるわけです。だから、まあ、総資産の額がドーンと膨らみますからね、まあ、結構ね、財務的インパクトはでかいわけです。じゃあ、BS はこうだと。じゃあ、PL はどうなんですかっていうとですね、まあ、使用権資産っていう資産が増えるんです。これ、まあ、有形固定資産だとするわけですね。有形固定資産使うと、ね、固定資産使うとどうなるかっていうと、もう当然ながら減価償却費が発生しますよね。だからね、まあ、販管費とかに減価償却費がね、ポーンと計上されますよと。で、一方ね、リース負債、まあ、借金してる状態と同じにするわけですよ。借金すると利息が発生しますね。だからその利息をですね、営業外費用に支払い利息、まあ利息費用とかいう形でポーンと乗せるというふうな形になるんです。まあ BS はね、ポーンと重くなってですね。まあ PL はまあそこまで変わらんかなっていう感じです。まあ会社によったりしますけどね。そんなに、ね、変化はないかなというふうな感じですけども、まあ、こんなふうな、まあ、リース会計基準がね、変わろうとしていることになります。まあ、嫌ですよね。今まで、ね、簡単、簡便的な処理があったのに、それがなくなるって話ですよね。だから、まあ、結構反発があったと、こういうふうなことになるわけですよ。で、ちょっと、ね、こちらを見てほしいんですけども、こちらはですね、この、イファースの話なんですけどね、イファースはですね、このイファース第16号っていうのがリースの会計基準があってですね、それはですね、もうすでにですね、2019年度からね、もうスタートしているわけですね。だから、イファース適用企業は、もう、ね、使用権資産とリース負債っていうのをちゃんとやってると、こういうふうな話になります。で、今回の日本の改正リース基準っていうのは、このイファース第16号を、まあ、そのまま輸入してきたみたいなものですね。で、一部だけ、まあ、日本特有の取り扱いみたいなものを加えてですね、
で、まあ、公開草案を作っていたんですよ。で、これはね、うまいこといけば2026年ぐらいに適用開始かなと思ったんですけれども、小売業とかね、まあ、いろいろこの業界の反発があってですね、ちょっともうちょっと練り直しますというような話になってですね、2027年4月1日開始する事業年度からですね、まあ、適用開始かなっていうふうなことになっているとこういうふうな状態なわけですよ。ちなみにこの資料はですね CPA ラーニングのイファース講座中級の第16回目ぐらいで私がお話しておりますので、ぜひともねそちらを見てほしいなというふうに思います。これね無料で公開しておりますので、もっとねイファース16を知りたいっていう方はねちょっとこれで勉強してほしいなというふうに思いますけども、まあで、ね、まあいろんな企業とか団体からですね、まあこれはダメだみたいなことをね言われたんですね。ちょっとまだ私公開相談のねコメントまだ全部 見切れてないね、そういうふうな話があったんでしょうね、だからあちょっともう1年伸びますよというふうな話なんです。でまあ特にまあ新聞でもありましたけども小売業が反発したというふうになります。じゃあ、小売業がもしリース、このね、改正リース基準を適用したら、どのぐらいのインパクトがあるのかなということをですね、見ていこうかなというふうに思います。まずは、こちらの財務省を見てください。小売業でね、イファース適用企業はね、もう2019年から適用開始されていますからね、リース改正基準が。だからね、その時のね、財務影響を見ていこうというふうに思うんですけども、こちらはですね、ファーストリテイリングの2020年8月期のですね、まあ、単身から持ってきたわけですけども、これね、主要検査のところ、赤枠のところですね。前年度はゼロだったんですけれども、リース改定基準、イファース16号が適用されてどうなったかというとですね、BS のですね、主要検査がですね、3999億円。これがね、BS にドカーンと乗ってきたわけですよ。だから、資産と負債がこれぐらいね、同額ボーンとね、増えたと。こういう風な話になります。まあまあな金額でしょ。ね、ユニコーンの、ね、会社ですよ。これぐらいの金額影響がありましたと。で、さらにですね、コンビニのファミリーマートですね。これ今は上場してないんですけども、昔ね、上場してたんで、ファミリーマートですね、2020年の2月期の単身から取ってきたものです。こちら見るとね、使用権資産が、なんとですね、7650億。こんぐらいね、増えたわけですよ。すごいでかいですね。で、さらにもっとでかい企業がありました。こちらは小売業のローソンですね。ローソンは2023年の2月期にイファースを初めて適用したわけですよ。だからまあ自動的にイファース16号が適用されたというわけで、そうなった時どうなるかというと、使用権資産がね、この辺、1兆円ですよ。使用権資産が1兆円ドカーンと BS に乗ってきたわけですね。どうですか？これ、もうね、そら小売業反対しますよね。こんなんが今まで乗ってなかったのに、会計基準が変わったらドーンと乗ってくると、やだってそれは反発しますよね。っていうふうなね、影響があるんですよ。ファーストリテイリング、ユニクロですね。もう世界的企業ですね。で、売上高もすごいですよ。売上高、まあ売上で言うとですね、2兆円クラスの企業ですよ、あそこって。まあ、なのにですね、使用金算の額は3999億円というわけで、あれだから少ないのぞ。ローソンはね、売上1兆円ぐらいです。はい。で、ファミリーマートはだいたいまあ、売上5000億ぐらいかな。はい。っていうことなんですけれども、あれ？ユニクロの方が少ないんだって感じませんでした？これなんでかっていうとですね、店舗数の違いですね。コンビニってもうそこら中にあるでしょ。店舗数めちゃくちゃ多いでしょ。もう近所にちょっと歩けばコンビニがあるみたいな。あ、そんな感じでしょ。だから、建物、その皆さんの近くにあるコンビニですね。あれって自分で持ってるわけじゃなくて、あれ賃貸なわけですよ。皆さんのこのね、マンションとかも賃貸するでしょ。賃貸をしてるっていうことはこれ、リースなわけですよ。だから、そのね、コンビニを一軒一軒リースしてるわけで、それを全部資産計上したら、ファミリーマートだったらね、7000億ぐらいだし、まあ、ローソンだったら1兆円ですね。それぐらい影響があるっていうことになります。はい。というわけで、いかがでございましたでしょうか。まあ、小売業はですね、それはまあ反対するというわけで、まあね、BS が重くなるとなんで嫌かというとですね、まあ、ROA が下がりますよね。普通に、まあ、総資産の分母がね、増えますんで、ね、だから、それが嫌だっていうふうにね、まあ、そういうふうに言ってるんだろうな、というふうに思いますけどね。だから、小売業もですね、こんな感じでね、もし改正リース基準が適用されたら、ドーンとね、まあ、BS が増えるわけですよ。だから、例えば、コンビニで言うと、残っているのはですね、セブンイレブンですね。セブンイレブンはあそこでね、まだ日本基準なわけですよ。だから、もし、このセブンイレブンが改正リース基準を適用したらですね、まあ、ローソンと同じぐらいですかね。まあ、1兆円ぐらい、
いいですね、まあ使用金さんがドーンと増えてくるんじゃないかなというふうにね予想されるんですよ。だから店舗数が多ければ多いほどですね、この改正リース基準っていうのは影響が大きくなりますんで、だから特に小売業ですね、店舗を持っている小売業、ここがですね影響を受けやすくなるというふうな話でね。でまあこれに関してですけどね、まあこれに関して言うと、まあなんだろうな、私はどんな反対があったかちょっとねまだ見れてないんですけれども、おー、それはちょっとね、若者じゃないっていうかね、そんな風に思うわけですよ。まあだって、まあ今、免除されてたみたいなもんなんですね。で、まあ基準がいけてなかったわけですよ。基準がいけてなくて、今まで、もう BS に計上しなくていいよっていう風に、まあ免除されてたみたいなもんなんですけれども、まあ時代の流れとともに、まあ国際的な潮流もあってですね。で、そういうものは、もうリースは BS に計上すべきみたいな。あ、そんな風な流れになってる。もうグローバルそういう流れですよ。で、その中でね、したくないとか言ってもですね、どんな基準なのかちょっとわかんないんですけども、まあ、これは今があるべきね、決算書じゃないんだから、まあ、正しくしていきましょうよ、というふうなね、話になるかな、というふうに思います。で、まあ、私もね、これは、まあ、やっていくべきかなって思いますけどね。で、一番私がね、危惧しているのがですね、この、日本特有の取り扱いを設けることなんですよね。もう、リファースそのままにしちゃえばいいじゃんって私思うんですよね。だってね、まあ、前回もこれお話ししましたけど、前回の動画でですね、この英文開示ですね、まあ、東証がね、もう英文開示を義務化しようなんて、そんなふうな話をしておりましたけれども、もうこれもあれも、もうグローバル化ですよ。グローバル化の波についていこうというふうな流れで、まあ、英文開示ね、しろっていうふうに言ってるんですけども、イファースはなんかね、日本特有の取り扱いを設けようみたいな、ちょっとイファースと外れようとしてるわけですね。基本的にイファースなんですね。それってグローバル化の波からね、逆行してないって私はね、すごい思っちゃうんですけどね。だからね、しかもね、イファース16号、イファース、リースってね、すごい難しい会計基準なんですよ。難しい会計基準にさらにですね、日本特有の取り扱いとかを設けてですね、どんどんどんこう難しく複雑にしていくと。私はそれがあんまり良くないんじゃないかなって思いますけどね。グローバル化の波に乗るなら、もう、そのままね、イファースとかを受けたらいいんじゃなかろうかなと。そこまでね、なんか、忖度してですね、日本特有のみんなが、みんなの妥協の産物みたいなものを作れなくても、それ難しいからね。だから、そこまでしなくていいんじゃないのって私はそう思いますけどね。まあ、っていうふうなことがありますんで、まあ、あとね、3年ぐらい伸びたなっていうところで、まあ、準備期間はね、たくさんありますんで、この辺のね、情報をどんどんね、皆さんね、キャッチアップしてほしいなと、いうふうに思います。まあ、そんな感じでね、まあ、こういうふうにですね、会計に関する最新情報を皆さんにお届けしようというふうに思いますんで、ぜひともですね、チャンネル登録と高評価の方をですね、よろしくお願いできればな、というふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。Dun dun 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 d